校内上りホーム西側にある南口老井駅は、福岡県久留米市老畑先5丁目にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である。久市大本線の大部分は単線であり、老井駅は相対式ホーム2面2線を有するため、上りと下りの離合が行われることもある。また、老井駅の久留米側で、九州自動車道の下をくぐる。 当駅から JR 久留米駅まで4駅12分ほど、西鉄久留米駅までバスで7停留所12分ほどで、ある。特にバスは1時間に6から7本ほど走っているので、利便性が高い。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。東側に上り、下りのホーム間を結ぶ構内踏切がある。駅構内へは、ロータリーのある、下り待合所と、 上りホームの待合所西川の出入り口から入場可能。木造駅舎は撤去され、跡地に待合所が建てられた。無人駅となっている。2012年に IC カード守護課を同駅に導入済み。2016年度の1日平均乗車人員は266人である。2016年以降は JR 九州が統計を取っていないため不明。駅周辺には クルメ市郊外の住宅地が広がっている。近年、住宅が多く建てられ、駅周辺の人口増加が見られる。また、駅周辺の道があまり広くない。クルメインターまでも車ですぐである。平日上り平日下り有効期間、2021年2月20日、2021年6月30日。ありがとうございます。